C 西、牧太一昨日5月27日日曜日東京、日比谷野外音楽堂に。テジシュ企画、カオスの100年ボリューム12を実施した 9mmP。アレベラムバレット、そのライブ中に初披露され。2018年第1弾新曲、キャリーオンの無料ダウンロードが来。間限定にて、LINE ミュージックにてスタートした。また、同時。2、国内の主要定額制、ストリーミングサイトにて、新曲、キャリーオン。とアルバム2作品、ボルツオンライフライン。レイブルの配信も開始された。キャリーオンは、2尾。疾走するバンドサウンドに情緒感あふれるメロディとシンガロ無なフレーズを3分間に凝縮した 9mm 最新型ともいえる新曲だ。さらにキャリーオンが映画ニート主題歌に決定。原作は三輪翔吾で2010年に発売。男女4人が北海道各地 3300km をドタバタ駆け巡る青春ロードムービーだ。主人コーリンチを演じるのは安井健太郎、ラブチューン、ジャニーズ、ジュニア、同級生、たかし役として仮面ライダーゴースト出演で活躍する山本涼介、同じく同級生期のブー役として森田美隼人、ラブチューン、ジャニーズジュニア3人の俳優に加え謎多い月子役として女優だけでなく脚本家として活動の場を広げる。あかり敦生、4人の若手注目俳優が出演する。